皆さんこんにちは、シーサです。キレイマンです。さあやってきました。今回もですね、前回に続き気候なキセラ川西店さん、はい、やってきてます。チョイスインデックスです。イエイイエイ。さあ、まあ前回散々な結果でございまして、全然ダメ、ちょっと年の初めにこんな実践をお見せしていいものかと我々反省してやってまいりました、はい、で今日はですね、前回よりもちょっとだけ打つ時間があります。前回もう2時間ちょっとしか打てなかったでしょ。短かったです。今回なんと3時間ぐらい打てる。お、やったー、30分伸びたー。まあそれでも短いけれども、はい、まあ、それで勝負していくのがチョイスインデックスなので、うん、まあ、今回ね、営業中、もう営業始まってます、はい、で午後からお邪魔して何を打つかというところなんですが、まあちょっとパチスローがね、前回ちょっと厳しい流れだったので、まあ、今回パチンコ勝負していこうかなと思ってまして、はい、で、まあ毎回おなじみなんですけれども、この企画はどちらが勝つかを予想していただいて、予想が当たった方の中から抽選で天城府のプレゼントとなっておりますので、概要欄の、応募要項ぜひ見ていただいて、ご希望の方はぜひ、ご応募してみてください。さあというわけで、ちょっとね、前回のリベンジと、はい、今回はちょっといいところを見せたいなというので、うん、気合い入れていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではちょっと台の方を選んでいきたいと思いますが、パチンココーナー盛り上がってますね。だいぶお客様いらっしゃいますけど、いやー、ライトミドルのシンフォギア、だからシンフォギア2ですね。これがあればちょっと打ちたいなと。センキューでしょ、シンフォギア2、パチンコで前回のリベンジをやるぞというところですけど、ライトミドルとはいえ、やはりこの辺りの機種は一撃性もあるんで、まあ適した機種かなと思います。いきます。さあ、それでは打っていきましょう。いやー、もう懐かしささえ感じる機種ですね。ではエヴァを打ちたいと思います。明日への方向を打ちたいと思うんですけれども、前回本当に何もやれなかったので、今回はいいところを見せられるように頑張りたいと思います。1段かな。知らないと当たんないですよね。たまにあるんですけど、大体の槍が出ないと始まらん。あとは無予告のノーマルリーチから最終号機に行くパターンが結構王道で、シンプルモードだと。で、ギジってリラックスとか出るか、どっちかで当たることが多いです。あと 56% が3ラウンド各辺で、あとの 3% が10ラウンドなんですけど、10ラウンド引いたときは必ず全回転が出るみたいです。実は初打ちで1回見たんですよ。すごいかっこよかった。多分曜日によって何が出るって決まってるんで、かなり全部見るの難しいと思う。 3% しかないし、結構やっぱりその何打つとかどこに行くじゃなくて、年明け最初の実戦収録って結構僕は今年1年を占う意味では大事な勝負だと思ってるんですよ。まあ2020年勝ててないわけですよ、まだ。今年大丈夫かって早くも思っちゃって、逆にそれがなんかちょっと焦りになって、かなりね、気持ちがぶれてくると勝てるもんも勝てんくなるということあるんで、ちょっとね、この今年のスタート、今日も散々な結果で終わるようだったら、ちょっと今年はやばいかもしれんなと思ってます。いや、だからね、とりあえずちょっとでもいいんでプラスで終わりたいのよ今日は。まあこの台回して今84回転目ですけど、初めて疑似連来ました。初めて疑似連来ました。なんかうまくいかんな、今年はスタートから。
あ、気持ちだ。チャンス。絶唱かな。あ、でかい、文字もでかい。よし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 、絶唱いけ、絶唱いけ、絶唱ね。あ、でもゴールドだ。まあ全然ありますよねこれね。もう図柄は何でもいいんで、頼む頼む。よし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 、当たりました。7000円。よし、あとは時短1回プラス残保留4回、5回転で 7.6 分の1を引けるかどうかですよ、この後。当てた。あ、今年最初のパチンコでは今年最初の当たりになります。ちょっとね、スロットではなかなかうまくできませんでしたし、最終決戦スロットにもあるんですけど見ることすらできなかったんで、ちょっとここは楽しみたいと思います。バトルタイプで参ります。あら、オール青。これ全部青だったらチャンスですよね、確かね。全部同じやつ、変わらず。あー、いきなり赤文字。ここで決める。よし、決まった。1回転です。シンフォギアチャンス GX。 あー、よかった。でここからは時短が7回か11回か99回プラス残保留4回ですね。さあ出すぞ。ルイストック、気持ちいい。初当たり2連目。いただきます。2ラウンドです。さあ行きましょう、シンフォギアチャンス DX。 最低でも 7.6 分の1を11回転消化できるわけですからね。まあ軽薄率も約 82% と言われている右打ちなので、そう簡単には終わりませんよこれは。それはもう5連6連ぐらいは普通にすると思いますよ。うわー、来た。パチンコかな、やっぱ今年はパチンコっすね。よしよし、ちょっといいところで。はい、3連目でございます。10ラウンドの振り分け 50% なんで、まあ、ここの 50% に偏らせるとライトミドルとはいえミドルに劣らぬ出玉性能がありますね。
割とラストまでは行くイメージがあったんで全然あの大丈夫だと思います。まあここは強パターン来てますね最後ね。大丈夫です、大丈夫、絶対大丈夫です。あれ一つ一つ、いけ、嘘でしょ、おお、びっくりした、よかった、4連目。よーし、前回のマイナス分も大きく減らしてます。とりあえず5000発オーバーです。まあ、平山さんエヴァ打ってミドルタイプなので一回当てればこれぐらいの値段は簡単に出すかもしれませんけど、投資分を考えたらこれは結構大きなアドバンテージになると思います僕にとって。ちょっと嫌やな。さあ6連目なるかの時短ラスト、いやちょっとここでもう当たってほしい、終了画面は本当に怖いんでお願いだ、頼む、あーダメか、終わりかな、表示上では一応5000発当てたけれども、もう一回流れ星に期待しよう。5399、あー終わってしまいました。まあ割と早めの当たりで出玉でも5000発近くは出てるので、まあ5000発弱ですね、よかったと思います。断念します、どうしよう、リーチ、あーこれか、お、シト、あーダメだ、外れです、軍、あー軍出た、あるあるな、これなくはない、今準備しとこう、押し忘れた、やりあって短期で群れあって武器来い、武器、武器、武器来ない、ああ押し忘れた、いや当たってもいいって、よしよしよし、当たりました、やめようと思ったら総投資11,500円、よかった、早いです。
すぐね、すぐ終わるんですよ、昇格演出。あー昇格しない、単発や。おめでとうございます。一応このあと逆転もあるんですけど、ラウンド後に。これがフライミートゥーザムーンだったら昇格濃厚。あー昇格しない。あと時短100回転で引き戻せればエステに入れます。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ1回当たったんですか。でもダメでした、入んなかった。入んなかったんですか。今シンフォギアで5000発ぐらい出ました。おーよかった、頑張ってくださいね。今日無理なんで頑張ってください。ちょっとなんとかしないと。ちょっと単発か。よし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 。まずシンフォギアのパチンコで5000発ぐらい出ましたと。まあやっぱりパチンコは1回やってた時の、まあ、安心感というか、もちろん出ない時もあるんですけれども、やっぱり数千発っていうのはライトミドルでも十分出る可能性があるので、まあ、前回パチスロのシンフォギアを打ってなかなか出すの難しいねと言いながら今回のこれなんで、ちょっと今年は僕パチンコの方が相性いいのかななんて早くも思っちゃってますけれども、まあいいスタートになりましたんで、持ち玉持って移動も考えたんですけど、ちょっと続行していきます。